皆様お疲れ様です。小田急タイムです。まずはこちらをご覧ください。1911年刊行、東京風景からの一枚。この場所は現在どうなっているのでしょうか。この場所です。こちらの建物は1895年竣工の三菱二号館。現在は1934年竣工の明治生命館です。そしてこちらは1899年竣工の東京商業会議場ビル。現在は丸の内二重橋ビルです。この建物は1911年3月開館の帝国劇場です。写真はまだ建設途中のようです。つまりこの写真は1910年あたりかもしれません。